アダム・ユゼフ・マテウシュ・ポトツキは、オーストリア領ガリツヤのポーランド人貴族、政治家、伯爵。アルトゥルスタニスワフ・ポトツキ伯爵とその妻のゾフィア、ブラニツカ伯爵夫人の間の三男として、ガリツヤ・ロドメリア王国ランツフートに生まれた。父方の祖父は、小説家のヤン・ポトツキ、母方の祖父は、ヘトマンのフランチシェク・クサベリ・ブラニツキ、同年のいとこは、 シスライタニエン首相を務めたアルフレト・ユゼフ・ポトツキである。ウィーン大学、エディンバラ大学、ベルリン大学で学んだ。1846年のクラクフジー有志がオーストリア帝国に併合される際はこれに反対し、1848年に帝国議会議員となる。1848年革命収束後に民族主義抑圧の風潮が高まる中、 1851年に国家反逆罪に問われて禁錮6年を宣告されたが翌1852年に恩赦を受けた。1861年にはガリツや両方議会議員を呼び帝国議会議員となった。ポトツキは1860年の政治混乱期には中央集権体制を固守するドイツ人勢力やアントン・フォン・シュマーリング内相の政策を批判し、 1863年の民族反乱に際しては、オーストリア政府のポーランド人に対する中立姿勢を強く非難した。ハプスブルク家の皇帝の下で、ガリツヤが自治権を享受できる連邦制の導入を基本政策として掲げていたが、一方で同じ西スラブ系のチェコ人には強い共感を覚えていた。ポトツキは内政面では典型的な ポーランド人法権領主であり、ガリツヤの大農場の産業化を推進し、クラクフ農業経営者協会の会長を務め、地域住民や農民に惜しみない事前活動を行っていた。1848年に発刊された新聞、時間の共同発行人となった。1872年に創設されたクラクフアカデミーにも尽力した。クシェショビツェにて没。 1847年に結婚した母方の十枚、カタジナ・ブラニツカ・伯爵夫人との間に二男五女を儲けた。長男のアルトゥル・ブアディスワフ・ポトツキ、次男のアンジェカジミエシュ・ポトツキも、父と同様に政治家になった。ありがとうございます。